それは現世の混沌そのものよ。法は弱者を縛る。昨日の世界は夢と消え、明日は闇となるだろう。世界は炎を欲しているの。破壊のため、怒りの先にあるは破壊のみ。悪魔を、そして今や貴様の影。自らの光に目がくらんだか。ほとばしる怒りよ。混沌こそ世界の意志。我は雷鳴、我は嵐、我は稲妻。オラは地球育ちのサイヤ人だ、孫悟空だ。おめえらも随分強いけど、オラたちの勝ちだ。武が力に挑むのではない、力が武に挑むのじゃ。お前がわしに挑むのじゃ。時間を戻せんだったな。おめえの弟すげえ強かったぞ。また叩けてえな。100年前、私の体は鋼に覆われていた。考えつく限りの筋力鍛錬により、私の小さな骨格は高密度の筋肉を搭載するに至る。そんなに強いやつなのか。うわ今回はオラだけで相手してやっからよ。こっからが本気と本気の勝負だ。オラこんなにワクワクしたもんは久しぶりだぞ。本気で行くぜ。おや、この老いぼれのパンチを逃げよったか。これがスーパーサイヤ人ボットを超えたパワーだ。おお、若造が流儀ときたか。また叩けてえな。まだおめえは力の全部出し切ってねえぞ。
たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様家の神殿にあんだ。僕が今のオラなら一人でもいい勝負ができっかもな。あの程度の技に完全の言葉を冠するとはなんと欲の浅きことか。最強とまで称えられている人とは思えぬ臆病さ。無敵力だ。かなり力を上げてるな。なるほど、噂に恥じぬ見事な天才。さぞや戦う相手に不自由したじゃろう。人生楽しからずや。こういう出会いもある。おめえもれっきとしたサイヤ人の血を引いてんだぞ。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。ありゃあるもんかね、この世に完全なこというものがあるんだな。これが中とはよくぞ言ったのに、何一つプランも立たぬままやればなんとかなるだろうと。一歩違えば出会わなかったかもしれぬ好敵手、何の因果かそれが今こうして出会ってしまった。わしとて同じじゃよ。連中の目的が破壊や窃盗でないことは百も承知だろうよ。俺と同様、奴への挨拶だけだ。もっとも嫌なら嫌で構わん。100年経ったらまたやろうや。どこか。